どうも、チャクラです。今回はおすすめシャーペンベスト5を紹介してくださいというリクエストと、おすすめのシャーペンを紹介してくださいというリクエストに答えていきたいと思います。はい、まず最高のシャーペンベスト5から紹介していきます。はい、このね、今回ね、選んだシャーペンたちは本当になんか今の時期に向いているというか、はい、僕がね、今からね、高校生が始まるんですが、高校生活に本当に向いてるシャーペンを選びました。はい、では紹介していきます。はい、まず第5位からいきます。はい、第5位はこちら、パイロットのハイメカホルダー H3005 ですね。はい、こちらはダブルノック式のシャーペンとなってます。このダブルノックはね、全くね、ぐらつかないですね。はい、でノック感もね、結構しっかりしていて、書き味はですね、結構サラサラとしてます。最初はね、このサラサラしている書き味がそんなに好きじゃなかったんですが、使っていくにつれて本当にハマってしまいましたね、この書き味。はい、なので最近ね、家で使ってます。はい、やっぱり学校では使ってないですね。はい、持っていかないですね、学校にはね。はい、続いて第4位ですね、こちらロッドリングラピッドプロですね。こちらはガイドパイプが収納されて、先端をしまうことができます。はい、製図用シャーペンの特徴としては、この先がね、結構出てるんで、嗅いでて、なんか、まあ、落としてしまうじゃないですか、机から。机だったとしたら、こう落としたら、先端が折れてしまうんですよね。でもこちらは、ガイドパイプが収納できるので、こうやって落としても、全く壊れないという、つわものですね。で、まあ、なぜこちらが4位になってしまったかというと、ここがね、プラスチック製なんで、ちょっとそんなガツガツ使えないですね。はい、このネジがちょっと緩んできたら一瞬で終わりそうなんで、ちょっとそこが残念ですよね。本当にこんなにいいシャーペンの値段でここだけ作りをプラスチックにしてしまったのかがわからないです。はい、で個人的に800よりも書きやすいと思います。はい、第3位、こちらゼブラのドラフィックス線ですね。はい、こちらは皆さん言ってるように団子のようなグリップが特徴的ですね。はい、グラフ線のパクリなんですがね、個人的にはこちらの方がね、見た目と書き味が好きです。はい、一つね、ダメな点としたら安っぽいところですね。見た目がすごく軽いですし、なんか見た目もね、安っぽいですね、ちょっとね。でも廃盤になってしまったのもちょっと残念ですね。はい、続いて第2位ですね。第2位はこちら、パイロットの S20 ですね。こちらは木のぬくもりを感じさせてくれるとっておきのシャーペンですね。はい、グリップはカバ材に樹脂を浸透させているので、まあ腐らないのでいいですね。はい、でもその代わり木の劣化とかは見られないので、まあ残念ですね、そこはね。で、グリップは使ってるうちにスベスベになってくるので、本当にね、自分に合ったシャーペンが出来上がります。はい。で、製図用なので、数学の時間とかには結構いいかもしれませんね。で、これ、ペン先がね、製図用独特のこの、とんがった感じなんで、落としてしまったら一瞬で終わります。はい、僕は過去2回ぐらいこのペン先を壊してます。はい、そこがねあっての第2位ですね。はい、まあ、前はね S21 位だったんですがね、はい、あるシャーペンがね出てきたんでね、2位になってしまいました。はい、続いてこちら第1位はカベコのスペシャルシャーペンです。はい、カベコスペシャルというシャーペンですね。はい、カベコはねそんなに知られてないんですが、ペリカンなどと並ぶ高級文具メーカーの一つで、ドイツに本拠地があるメーカーですね。はい、
本当にね、すべてがね、スペシャルなシャーペンですね。まず、書き味なんですが、こちら八角形の軸になってるんですよね。その軸がですね、手にフィットしてですね、ぐらつきゼロの、まさに最高の書き味を生み出してくれます。はい。で、見た目はね、ダサいと思う人もいるかもしれませんが、使ってるうちに本当に、ね、かっこよく感じてきます。はい。で、キャップの後ろには、カベコのエンブレムが入ってます。はい。なので、高級感がね、結構ね、ありますね。はい。で、こちら、復刻モデルなん、復刻版なので、嬉しいですよね。これ、本当に。復刻してくれて。はい。で、他にも、こういう、こんな感じの、シルバーカラーがあって、まあ、そちらもちょっと気になってますね。はい。ノク感もね、本当に、好きですね、これ。はい。で、何のシャーペンの書き味に似てるのかなと検討してみたところ、限定シャープ、プロユース500のセブンイレブンバージョンのやつと書き味が似てます。はい。でですね、他にね、ムグ1枚持ってる人もね、人にもいないんで、本当に、いいですね、これね。本当にね。はい。でですね、おすすめシャーペンですね。いきます。はい。まず、ペンテルのタフですね。こちらは書き味もすごく良くて、ノク感が残念なんですが、それが本当に全てが最高なシャーペンです。続いて、こちら。ドクターグリップですね。このクリップがない方がいいです。はい。こうやってね、クリップがね、ない分、本当に、手に当たらなくて、いいですね。はい。最高のね、シャーペンと言っていいかもしれませんね。はい。続いて、最後はこちら。ペンテルの PG5 です。はい、こちらはね、すごく軽いので、書いてて本当に、結構力がいるんですよね。だから、長期筆記には向いてないかもしれませんが、グラフ書くときとかも書き味がもうね、本当に素晴らしいです。はい。また今回もちょっとグダグダな感じの動画になってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。